お疲れ様です。先日、最大規模なですね、アップデートを完了したイーサリウム、上海なんですけども、こちらの方の大量流出が、あ今、顕著になっております。世界中に広がっております。まあ、これによってですね、流出したイーサリウムが、法定通貨に交換されることは、まあ、あ間違いないと思います。現在、13億円分が不正流出したことが確認できていますけども、まだ未確認の流出分がかなりあるみたいですね。 え、長年の暗号通貨、投資経験を持ち、大量のイーサリウムを保有しているユーザーのウォレットがハッキングによる不正流出のターゲットとなっているようだ。いや、これね、実はね、私ね、あの、25万円くらいでイーサリウム全部決済してるんですよね。ちょっとラッキーだったような気がします。未だに持ってたら、この流出に関わってたかもしれないですね。だからね、あの後、28万とかになったじゃないですか。しまった。早く売っちゃったかなと思ったんですけども、結果、 なんか、往来になったかなってところです、個人的には。ただ、この流出騒ぎってのは、暗号通貨の今ね、上り上司だった全銘柄をまた冷やすことになるんじゃないかなと思いますよね。え、ウォレットソフトウェアマイクリプトの創設者、タイローは、18日2022年12月以降に、大口ウォレットから総額5000イーサイ以上13億円が不正に流出したと,ツイートしたとありますね。こちらの方ですね。 またですね、えー、メタマスクを利用して資産を盗んでいるとも述べてますんで、ディファイとかね、NFT とかに関わる方は本当に要注意です。え、実はね、本当に細かいことなんですけど私3万円分くらいのイーサーがね、行方不明になってるんですよ。3万円くらいなんで、まあ仕方がないかなと思ってるんですけども、それがなんと、メタマスクからの流出なんですよ。だから皆さんもね、3万円程度も、 なんか、無くなっちゃってますんで、もしかしたら大口顧客だけじゃなくて、いろんな方に影響があるかもしれないですよ。ご用心ください。で、攻撃手段の共通点ですけども、ここに書かれているように、テクスの共通点として、攻撃者は、被害者のウォレット内でトークンをイーサリウムに交換し、その後、イーサを送信する傾向が見られるということなんで、これがちょっとヒントになるかもしれないですよね。で、最終的に盗まれた資産、ビットコインに監禁されて、取引データを 複数混ぜ合わせるミキサーに送って隠蔽をしているってことになります。こうなるとなかなかね、うーんブロックチェーンというのも経路を探るのがめんどくさくなるんですよね。 でえ、最後になりますけどもお、これね、一般論として過去にどのようなウォレットやシステムで秘密鍵を使ったかでユーザーのリスクが決定すると述べましたので、こちらの方皆さんもね、ご用心していただきたいと思います。いや本当にこういう風な余計なことするからね、暗号通貨はいつまで経っても日の目見ないってことになるんじゃないかなと思います。えそれでは皆さんもご用心で。